このパーツの取り付けとこのレンズの部分のアッセンブルでした。おはようございます、ムリドンです。デアゴスティーニの週刊 R2D2、 今日は第4号を作りたいと思います。一番最初の動画で少しお話ししたんですが、第4号は、いつも行く本屋に買いに行ったところ、2月6日発売の号を取り寄せるのに最短で2月25日と言われてしまいました。そんなには待っていられないので、他の店で買おうと思って、で Amazon を見てみたら、4号はだいたい2000円弱ぐらい、税込み2000円弱なんですが、それが Amazon で4500円ぐらいで転売されてました。で、まあそんなのを買うつもりはないので、他のお店を探して、持ってるところがあったので、そこで取り寄せをしました。通販ではないんです、お店なんですけど、こういうふうに送ってもらいました。開けてみます。ちゃんと梱包されてます。あ、今まで買ってたやつはビニールとかかかってなかったんですけど、これはお店の方がやったのか、パッケージが全部ビニールで、パッキングされてます。と今までとなんか違いますね。冊子がもう最初から分かれてます。で、ついてくる部品は今までと違うパッケージに入ってました。第4号を作っていきます。また先週までに作ったこの右の足部、右脚部から続きを作るようです。ピボットカバーです。これをここに爪があるので、ここに合わせて、でここにラチェットの突起があるので回す。はい、右アンクルプレート、これを今作ってるこの脚部のここの部分に取り付けます。全く固定されないんで、これはマスキングテープで、止めておきましょう。はい。ついでにこの人たちも、マスキングテープで、これはあまりですね。はい。第4号組み立ては、ピボットカバーと右アンクルプレートの取り付けでした。で、4号では引き続き LED クラスターの点灯テストを行います。そう、1号で組み立てたこの LED クラスターと、2号についてきたテスト基板、3号についてきた電池ボックス、それから単三電池を3本用意します。
電池はテストに使うだけなので、何か他に使っている電池を借りてしまえばいいと思います。僕はこの非常灯についている電池を使います。1号で組み立てた LED クラスター、をつなぐ。で、電池ボックスをつなぐ。電池ボックスはビスで閉じられているので、ビスを外す。電池を入れる。1号で作った LED クラスターと2号についてきたテスト基板が、3号についてきた電池ボックスに単三電池3本を入れています。電池ボックスのスイッチを入れます。左を押すと青く点灯、右を押すと赤く点灯、同時に押すと青赤点灯。はい、これで基板が動くことも分かりました。4号はここまでになります。最後にお知らせがあります。デアゴスティーニの習慣 R2D2 を作りながら、もう一つデアゴスティーニのこれを作ってみようと思います。これは習慣ではなくて隔週で出るニードルフェルトで猫集め、創刊号299円、次からはこれだったかな、2号からはだいたい1000円ぐらいだそうです。これはスマホのゲームで一時期大ブームになった猫集めというゲームに出てくるキャラクターを作る、羊毛フェルトで作るキットのようです。こちらの方もよろしければご覧ください。ご視聴ありがとうございました。この動画気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。